久保さん。いやー。やっぱあの、深いと深いですね。<laughs> 深いと深いですね。今回は M 君にしましょうか。M 君まあ、一番僕あの、一緒に働いた子が M 君なんですよ。M 君はメルマガだったかな。まあ、基本的に採用はメルマガかハローワークでしたね、うちは。 メルマガかハローワークかツテか。あーなんか、社長のツテか。そんな感じですね。だからまあ、あのー、面接僕がしてたんですけど、まあ、10人面接したらだいたい8人採用ですね。うん。基本採用。<laughs> どう、これは無理だろうっていう人は断るみたいな。どう、もう、でもね、一回その、 60か50、50何本の人雇ったんですけど、問題になりましたね。<laughs> 問題に。<laughs> まあ、あとやっぱね、あの、メルマガ経由の採用、いいんだけども、まあ、ランニングコストですね。ランニングコストはもう全然ないんだけど、やっぱマインドがお客さんですから、<laughs> うん、大変でしたね。めちゃくちゃ大変。 M 君はメルマガ経由だったか。だけど、多分ね、3、4年は働いたと思うんですよね、4年ぐらいは。一番長かったですね。で、その、深さ、まあ、僕が辞める、僕が辞めちゃったんで、まあ、今もねあの、働いて、多分今も働いてる人いると思うんですけど、それはまあ、うん、なんだ。 えー、八丁堀だったかな。いや、もう、えび、僕、エビスなんですけど、エビスの時代から、あの、エビスの604号室ですよ。エビス604号室は、M くんか、ずっと、うん。そう。まあ、いろいろありましたね、M くんと。 一緒にその、ね、泊まって、泊まり込みして、で、一緒に飲みに行って、ああだこうだ行って、泊まって、泊まってやって。<laughs> うん、まあ、その、一回 M 君がね、めちゃめちゃなんか、なんかちょっと忘れましたけど、なないめちゃめちゃ泣いたんですよね。まあ、僕も仕事で何回か、もちろん泣きましたけど、 まあ最後、M くんがね、辞めるっていう言ったときはね、やっぱ止めましたよね、すごい。止めたけど、まあ無理でしたね。うん。うまあすごくね、うん。まああの時はいろいろありましたね。うん。まあ多分ね、M くん、 が一番多分、まあ、恵比寿の時からだったんで、あのー、まあ、会社のね、裏の,裏の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 を知ってるっていうね、多分。うん。そう。まあ、でも、泣いてましたね。うん。 言えないこともたくさんありますからまあこれ言わない言わ,言わないですけどまあいろいろあるわけですようんそうでも僕は思うんですけどいろいろあるんだけどもやっぱねその人生においてうん本気でその感情が揺さぶられて泣くぐらい本気で 仕事してる人ってどれだけいいのかなと思いますよね。うん。僕はラッキーだったのはまあその、本当に泣けるぐらい本気で仕事やってたっていうのが、まあ今に生きてるかなと思います。もし、うん、なんだ言われたことしかしないうん。まあ言われたこともみんなできないんだけども、 うんなんかその惰性で仕事している。ただ給料もらえるから仕事している。っていう次元でやってたら今ないですよ。うんやっぱね、僕いろんなお客さんやっぱ見てるんですけど、本気じゃないんじゃないかなと思うんですよね。うん本気だったらもう悔し涙も出るし。うーん ないろんな感情込み上げるし、本気だったらね。うん。しかもまあ、すみません、これはちょっと、あの、人種差別になるか分かんないですけど、男だったらっていうところ僕あるんですよ。うん。男だったら、その、男に生まれたんだったらね、なんかそ負けず嫌いじゃないですけど、負けず嫌いなんですけど。 なんか、絶対負けてた、負けてたるものか、みたいなね。まあ、いろいろ重圧もあるし、いろんな責任もあるし、いろいろあるんだけども、そし、それに屈するものか、みたいなね。うん。なんか、本気でその、ぶつかっていくっていうのが、なんか、うん。あんまり感じれないですね、今は。<laughs> その、ガッツある <laughs>。 <laughs> そうまあ昭和なんでしょうねね久保さんね <laughs> 昭和なんでしょうねでも昭和が日本を作ってきたと思うんですけどねうんうまあ何がまあ時代が変わってね、まあ、何が大切なのかまだ常識も変わってるかも分かんないですけどただ根本的な問題に関してはずっと変わってないんじゃないかなと その人の気持ちだと思うんですよね、うん。感情が揺さぶられるほど向き合ってんのかっていう、うん。多分ね、本気で泣くほどね、ネットビジネスに価値で本当に取り組んだら、稼げないってことは僕本当にないと思いますよ。うん。で、あとは、まあ、ネットビジネスじゃなかったとしてもですよ。少なくても、 今働いてる仕事を本気でやって泣くほどガチで真剣に向き合ってやってたら、まあある程度のポジショニングには行くと思いますけどね。僕は。まあもちろん会社によってはわかんないですけどね。ただ、まあ、ある程度行くと思いますね、そこは。またそれは、あの、上がちゃんと見てますのこいつ本気でやってんなっ、つって。うーん やっぱ上も人間ですからね。もう結果が全てなんだけども、結果が全てでしょ結果が全てなんだけども、やっぱ本気でやってるやつ見たら動かされますよ。感情が。守ってやりたいとも思うし、もっと教えてやりたいなとも思うし、うん、応援したいなとも思うし、何度かこいつに結果出させてやりたいなと思うだろうし。うん、やっぱどんなに、 テクノロジーが進んでも、もらい泣きするだろうし、なんか、感動する映画見たら泣くだろうしう、うん。そんなもんですからね、人間って。 まあ、久保さんもね、僕も、まあ、ちょっと丸くなってますから、まあ、ひたすら言い続けるって言うね <laughs> まあ、もう、もう、僕は従業員いないですから、まあ、お客さん、まあ、お客さんいますけど、お客さんと会うこともほとんどないので、まあ、動画越しですから、まあ、伝え続けるだけですね。ほぼ、基本、全部リモートですからね、久保さんって <laughs>。ほんと、全部リモートですから、まあ、会うってことはほぼないですね、今。セミだってセミナーやってない、もう1年、2年か、1年やってないんで、お客さんに会うってことないですから、 うん、ずっとリモートですからね今、まあ、リアルセミナーやってた時はあのーまあ、会うってことは何人かねあそのセミナー参加した人には直接会ってこお伝えしていきましたけど、うんまあ、これからも伝え続ける言い続けるっていうね億万長者合宿でもねあの死ぬまで久保さんとのリレー終わんないと思いますけど <laughs> 死ぬまでファミレスで話しまくるっていうね 死ぬまでファミレスで公開ファミレスで話し続けるっていうのは続くと思いますけどまあなんか本気に向き合ってほしいですよねうんあのー、まあいいんですけどね別に <laughs> 自分が 自分がどうしたいかかですから、うん、僕はそう思ってるし本気でやってほしいなと思ってるし僕は結果出してほしいと思ってるしだから言うし、うん、言い続けますよそう思ってるから、うん、あの別に売上げだけ上げ,上,げ上がればいいやと思ったら商品売って逃げればいいんですよそういう人たちをたくさん見てきてますからね僕は別に売上げなんかはいくらでも上げられますよ ね。ありとえられる方法を使えば。<laughs> で、逃げればいいんですよ。僕は逃げないですから。なぜ、なぜかっていうと、あの、結果出してもらいたいし、人生変えてもらいたいと思ってるからですよ。でもその思いっていうのは、なかなか伝わらないですね。<laughs> 伝わ、伝わるまで言い続けますけどね。うん。変えられるよっていう。変えられるし、変えた方が、 人生面白いよとうんほ本とに僕はこのまあ前前の会社でいろいろ本当にありましたけどまあ実際にパソコン1台で自由な生活を5年してみてまあ借金は大変だったけどもただまあ今本当ね充実してますね5年目にしてようやくちょっとなんか落ち着いてきたなっていう充実したなんか日々すげえ充実してますもん やっぱ、ね、朝の朝日を見るだけでなんか丸くなったなみたいな、まあ、これからちょっと散歩しに行くんですけど久保さん <laughs> 散歩が楽しみっていうねいいっすねおじいちゃんになったのか分かんないですけど散歩が楽しみっていうねで散歩から帰ってきて朝風呂入るんですけどいいっすね <laughs> interesting.